はい、それではですね、キーポイント2の方に移ります。キーポイント2の方はですね、命令文、について、書いてあります。見ていきましょう。これ、get up early と、早く起きなさいと、いう命令文になります。で、まあ、命令文って覚えてますかね？命令文っていうのは、大事なことが2つあって、1つ目、主語は書かないです。で、主語は言ってないけど言うなの。死語は、死語じゃないよ。ごめん、口が回んない。主語は言うだけど、書かないんです。だって目の前にいるから。そう、命令ってことは目の前にいる人に言ってんだよ。言う、お前だみたいな感じで、目の前の人に言ってるんで、いちいち書かないです、主語。はい。で、しかも、動詞の原型から始めます。はい。これ命令文のルール一つ目。主語は言うだけど書かない。動詞の原型から始める。これ命令文ですね。でもう一つ。はい。時。まあ、現在、過去、未来ってあるじゃないですか。現在とか、まあ、あと現在進行とかもありますよね。現在とか過去とか未来。時はちなみにこの中のどれを表してるかわかります？未来です。だって命令ってことはね、まだそのことしてないんですよ。早く走れ、まだその人走ってないですよね。これから走るんですよね。なんで時は未来を表します。で、主語は言うだけど書かないです。動詞の原型から始まると。はい。このことは絶対覚えておいてください。これずーっと使えます。はい。じゃあそれを頭に叩き込んだ上でこれ見てみましょうか。get up early。ね、早く起きなさいと。はい。これ、ファストじゃダメですよ。ファストも早くって意味あるんですけど、これだとなんか動きが速くなっちゃうんで、なんか起き上がるスピードがめっちゃ速いみたいな、ね。腹筋すごい強いみたいな感じになっちゃうんで、時間的な速いはアーリーです。動きが速いとか走るの速いとかはファストです。はい、次にじゃあこの下ですね。be quick。まあ、このクイックっていうのは実は形容詞なんです。なので、先頭に使えないんですね。あくまで動詞の原型から始めるんですけど、クイックって動詞じゃないんですよ。日本語で言うところの、いで終わるやつって形容詞なんですよね。例えばこれ、素早いっていう形容詞です。はい。で、素早い状態に、素早いという状態になると。つまり素早くなるとか、素早いっていう、なんとかな状態ですとか、素早いですみたいな時に言うときは、これ B 動詞がここに入ります。例えば、彼は素早いっていう時には、He quick とは言いません。彼素早いになっちゃうんで、彼は素早いですなんで is が来ます。じゃあ素早くなりなさいっていうと命令文なんで主語は書かない、動詞を原型にすると。なんで be quick になるってことですね。なんで早くしてみたいな、そういう意味になります。はい。朝お母さんが出かけるときになんかこう子供を急かすときの言葉みたいなね。もう早くしなさいみたいなね。それが be quick になります。早くして、みたいな。早くしなさい、みたいな。はい。で、じゃあこの後ろを見ていくと、この後には、ね、早く起きなさいって言った後に、そうすればとか、
そうしないとっていうような接続詞が来るんですけど、これが実はエンドとオアなんです。で、これ命令文とセットになった時にしか使わないとか訳さない訳し方なんですけど、このエンドはそうすればと、オアはそうしないとになります。はい。Get up early. 早く起きなさい。そうすればなんとかです。早くしなさい。そうしないとなんとかです。っていう風な文章になります。で、この後にはもちろん節が来ますよね。なんでかわかります？節2が来ますね。なんでかっていうと、これコンマがついてて、これが一つ目の節ですね。節1と。で、これ節2と。それをエンドが繋いでるという状態です。で、あ、こういう質問があるんですよ。この文章って命令文で節だとしたら、節って S と V があるものを節って言うんですよね、と。いう質問があるんですけど、その通りで、節ってのは S と V があるんです。この文章、V あります。S は U だけど書かないんです。なんで、主語は一応 U なんです。書いてないけど。なので、S はあるとみなして OK と。U が省略されてるぐらいに感じていいと思う。考えていいと思います。OK ですかね。はい。じゃあ、そうすると、この後ろ。早く起きなさい。そうすれば、どうなのっていうと、you'll be in time for school. と。こういう説が来てます。さあ、これ。you will の短縮形ですよね。なんで、ユールなのと。早く起きなさい。そうすれば、と。まずこの文章のこのゲラップアリーっていう命令は、時は何を表してるかっていうと、そう、未来なんですよ。未来を表してるんで、もちろんエンドで繋いでるものって等しい位同士を繋ぐので、こっちも未来ですよね。うん。未来の説。じゃあこっちも未来の説なんで、未来にしなきゃいけません。OK ですかね。で、あとは、まあ、これ、イディオムみたいな感じなんですけど、be in time for で、何々に間に合うという表現。じゃあ、この反対はっていうと、be late for ですね。何々に遅れる。はい。これは知っときましょう。なので、訳大丈夫ですね。早く起きなさい。そうすれば、あなたは学校に間に合うでしょう。ね、will未来です。でしょう。間に合うでしょう。と。はい。じゃあ、下行きます。こうなります。で、これも同じように、or っていうのが、遠い接続詞でコンマがついてるんで、ここが節です。節1で、これが節2です。節と節をつないでます。節って主語と動詞があるんでしょ？これ主語ないじゃん。いやいやいや、主語は言うだよね。言うだけど書かないだけだよね。一応主語ありますよと。はい、早くしなさい。そうしないと。はい、これなんで未来なの？いや、この命令文自体はそもそも未来なんだよ。だから未来と未来で同じ節同士、未来の節と未来の節を等しいくらいの遠い接続詞で繋いでるからこっちの未来なんだよと。はい。じゃあ、you'll miss the bus. あなたはそのバスを、まあ、乗り過ごすでしょうと。逃すでしょうと。で、これがもし間に合うでしょうだったらおかしいよね、文章ね。早くしなさい。そうしないと間に合うでしょう。いや、そうしないと間に合うんだったら、遅く行くわっていう話になるんで、ね。これ気をつけましょうね。文章としてね。なんで、これだと、そうしないと、
ね、そのバスに乗り遅れるでしょうとか、そのバスを逃すでしょうなんだけど、もしここが、be quick and で来た場合、さあ、後ろどうなるか。早くしなさい。そうすれば、はい。you will なんとか the bus と。さあ、ここ、ミスの反対が入りますよね。どんな単語かわかります？そう、キャッチですね。間に合うんでキャッチです。はい、実際別にバスをね、バスのなんかそのおもちゃみたいな赤ちゃんがガーンってキャッチするみたいな、そういうことじゃないんですよ。キャッチってのは普通に間に合うってことです。うん。手で捕まえるって意味じゃないです、別に。はい、バスを手で捕まえるって言ったらね、もう完全これなんかガリバー旅行記みたいな話になっちゃうんで、はい。catch the bus と。あなたはバスに間に合うでしょうと。だこことのセットでね、これがね、気をつけてくださいと。はい、これここまでが、シーンはちょっとね、著作権の関係で書けないんですけど、シーンで気をつけることっていうのをちょっとまとめます。そのレッスンで、学んだ文法を、使った英文は、まあ、日本語に訳せて、また日本語から英語にできるようにすると。ね。レッスン、そのレッスンで学んだ文法、例えば今回のレッスンの1の1であれば、遠い接続詞と、ですよね、遠い接続詞に追加出てくる英文っていうのは必ず日本語に訳せるのは当然ですし、また日本語から英語にできるようにすると。これを意識してほしいと思います。あとは、独特な、なんかこう、会話表現とかね。あとはこう、進出の、まあ、単語とか、イディオムが、こう、虫食いになったりとか、イディオムってのは熟語のことですね。そういったものもテストで狙われるので、そういったところをもう、勉強、中心に勉強しておくと、シーンの問題も解けるんじゃないかなと思います。はい。例えば一個だけ紹介すると、例えば今回の問題だったら、一つ目、例えばじゃこの、これをじゃあ1番として、これを2番としたときに、この1番、つまりレッスンで学んだ文法を使った文章はどれかというと、パッと目に入ってくるやつ。例えば、これですね。Hurry up. Or, you won't catch it. はい。これなんかが、出てくると思います。テストで狙われると思います。Hurry up. 急ぎなさい。で、コンマだから、これ、節と節だよね。をつないでるよね。で、オーラだから、そうしないと、ですよね。で、want catch。catch は、はい。まあ、さっき捕まえるっていうね、あれでやったけど、これ間に合うだったよね。だから、間に合わないですよ、と。はい。急いでください。そうしないと、あなたそれに間に合いませんよ、と。間に合わないでしょう、と。いう文章が、C に載ってるんですけど、これはまさにこの、学んだ文法ですよね。っていうところで狙われます。あとはさっき、ミスっていうのが、ね、動詞がキーポイントに載ってたんで、僕がもし先生だったら、この want catch っていうのを、別の単語で言い換えさせるって、will miss にしますよね。要は、キャッチできないってことはミスするんだよね。ミスとキャッチが対義語ですからね。うん。間に合わないってことは、見過ごす、乗り過ごすですよね。なんで、こうやって書き換えるような問題とか出すかもしれません。あとじゃあ次2番の、独特な会話表現、進出の単語、イディオムと。いうところで言うと、例えばそうですね。まあ、独特ではないですけど、ちょっとまあ大事な文法で言うと、I don't have any plans という文章があります。で、これは文法的に結構大事で、not any っていう表現って、イコール no なんですよ。まあ、つまりゼロ個ってことです。だ私は一つもプランがありませんと。一つも計画がありません。ノープランですってことです。つまりね。
なんで、私は一つも計画がありませんと。予定がありません。なんで、これをじゃあ書き換えなさいって言うと、I have ほにゃららプランズっていう風に書き換えれるんですけど、これが No プランズですよね。はい。まあ、こういう感じでね、どこが大体テストに出るってわかります。はい。まあ、そういったところももしね、時間があればですね、著作権の範囲内でなるべく、できるところで、私の方で動画内でお伝えできる範囲でお伝えしたいと思います。それではレッスン1の1は以上になります。何か質問、コメントございましたら、コメント欄にどうぞ。それでは勉強頑張ってください。バイバイ。You may feel like being alone, but I can be the one you lean on now. The world is yours.